海道大学に行ってたっていうのはすごく自分の中で誇りですよね。高校卒業して現役の時は、まあ、東京近郊の大学を受験していて、まあ、見事に落ちまして、で、まあ、浪人生活になったんですけど、で浪人生活をしている中で、まあ、どういう自分は進路を取るべきなんだろうということを、まあ、そこで初めて真剣に考え始めたっていう部分があったんですけど、まあ、その中でやっぱり誰も知らないところに行って、まあ、ある意味リスタートというか、これまでの自分をまた理想とするようなものに作り変えるには、なんかやっぱりゼロからスタートした方がいいかなみたいなところもあって、である意味縁もゆかりもないところがいいなというのが第一動機だったんですね。で、まあ、その中で調べていくうちに、まあ、北海道大学ボーイズビーアンビシャスだけは知ってましたけど、まあ、そういう意味で再スタートを切るには最適な地なのではないかと。そうですね、まあ、部活はボート部に入部いたしまして、学生時代、大学生時代イコールボート部時代と言って差し支えない、まあ、ほとんどそれしかやってないぐらいの感じですね。まあ、あれがあって今があるっていうのはすごく思いますね。喋る仕事というのはすごい前から興味はあったんですけど、でラジオはとても好きで、それこそ、一人暮らしの下宿でテレビもほとんどなかったから、聞いてるのはいつも FM 北海道現エアジーですけど、もうずっと朝から晩まで聞いてたっていう中だったので、まあ、いつかそういう道もいいなと思いつつ、社会勉強のつもりで、まあ、普通の一般企業に5年ぐらいの目処で、自分の中で5年ぐらいの目処で、勉強しようと思って、そうだったら広くいろんなものを知れる職種というか、あの業態がいいなと思ってたんですね。で、百貨店という道がいいかなと思って入社したというのが経緯だったんですけど、で、まあ、当初、まあ、5年ぐらいというふうに思ってたのは、まあ、ちょっと伸びて8年ぐらいそこに勤めることになりましたが、まあ、ある程度ここで、一通り、まあ、社会のことは分かったとは言いませんけど、まあ、なんとなく、見えてくるものもあるなっていう中で、じゃあ次の道へということで今やってる、まあ、喋りの仕事というか、ものに、転じたという経緯ですね。で、まあ、軸としてるのはそのラジオというのが、まあ、もちろん一つあって、あとそのまあ、もともとそういうスポーツ好きということもありまして、スポーツの現場に携わらせていただくことも、幸いなことに多くありまして、あとはもう一つはその、ナレーションというか、まあ、いろんなテレビコマーシャルですとか、そうですね、NHK の番組紹介ですとか、そういった部分でのナレーション、まあ、自分の中ではそのナレーションとラジオとスポーツっていうのが、まあ、三本柱みたいな感じで捉えていると。札幌っていうところが、まあ、僕にとっての第二の故郷、いまだにそうですけど、まあ、帰るべき場所、本当に住んでて最高の場所ですし、まあ、だから北大出身であることは、そこなんか帰るべき、まあ、別に家はないですけど、今帰れるところがあるみたいなところが一つ大きくあって、でそこに、でしかも北海道大学に行ってたっていうのは、すごく自分の中で誇りですよね。その、まあ、札幌の中でも大きな位置を占めている、ドーンと構えているところに身を置いていたっていう、ところが大きいので、まあそこでいろいろと経験積んだから今あるなっていうことは、いろんな場面でやっぱありますよね。それはね、大志を持って、臨んでください。そうすると必ず帰ってくる、大きな、より大きなものが帰ってくるっていう、そういう懐の深さというか、もうとにかく大きな金みたいな、それこそ、勝海舟が西郷隆盛を表していったみたいな言葉が確かあったと思いますけど、西郷は大きな金であるみたいな、まあ、小さく叩けば小さくなるし、大きく叩けば大きくなるしみたいな、だからまあ多分大きな金なんですよね、その北海道大学というところが。だからドーンってこっちが思いっきりぶつかっていくと、
より大きなものを返してくれる、まあ、それだから結局こっちのアクションが先だから何をするかっていうことが求められてるとは思うんですけど、とにかくやることに関して、必ずそれ以上のリアクションを返してくれる環境であるということは間違いないと思うので、まあ、それを信じてぜひトライしていただきたいなというふうには思いますね。